ジャビンチャンネルようこそ。信じるものがあったとしても信じないそぶりをする木田引きまさやヴィンテージでございます。今日はですね、タイトルを見てなんだそれはと思った方もいらっしゃると思うんですけども、1977年4月25日発売のアルバムですね、スタジオ録音された吉田拓郎さんのプライベートというアルバムの中に入ってる一曲なんですよね、実はね、その中にはですね、カバーされた曲が結構よぎりを、今夜もありがとうとか、このよろしく哀愁とかをね、新アレンジでね、カラオケ感覚で歌われたアルバムがあるんですけども、そのアルバムの中にはですね、ご自身が提供された曲、例えばキャンディーズの優しい役まであるとかね、以前投稿したことありますけどもね、小柳ルミ子さんへの提供された赤い灯台とかね、その辺のセルフカバーも入っているので、LP は買いましたね。この弾き語りテイクのない音源についてはですね、勝手にアレンジと称して、公開してるんですけども、ビタミン流の勝手にアレンジというのはですね、イントロとかアウトロとかにはですね、原曲のエッセンスを取り入れてなんか雰囲気を出してはいるんですけどもね、今回のよろしく哀愁もそんな感じでやりますんで、よろしくお願いします。はい、それでは少しエコーを聞かせながらやりたいと思います。よろしく哀愁。素直に僕の愛を信じてほしい。一緒に住みたいよ、できるものなら誰か君に焼き打ち、そして疑うなんて、君だけに本当の心見せてきた。初めて繋いだとしちゃんの曲をね、カバーした時にコメントでですね、新御三家という話が出てたので、それも踏まえてね、よろしく哀愁ということでやってみました。はい、では、またお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。